雪坂、こんなことで信号残ってますらしい。え、ちょっと待って、ちょっと待って、完全に今日はしっかりと1時間ヘッド検証していきますので、何か起きるのではないかと思います。こんばんは。はい、ということで到着しました。山奥に続く廃寺ですね。まあここに関してはですね、来るのは僕は3回目となります。で、ディエゴが2回目かな。はい。で、1回目がですね、僕マネージャー、そして僕の後輩と一緒に来たんですかね。その時にすごい怖い思いをしました。で、2回目に関してはその上があるっていうことで見に行ったら、まさかのこの、まあ、廃墟のお寺が残っていたわけですね。ただですね、まあ、やり残してることあるでしょうっていう、もうこのシリーズでございますよ。廃寺の前でテントを張ってみたらどうなるのっていうやつですね。まあ、前回ですね、このまるっきり霊がいなかったのかって言われたら、それ正直分かんなかったんですよ。そこまで怖いこの怪奇現象っていうのは起きなかったんですけども、やっぱりね、もう皆さん もうご存知の通りですね、日によってこれって変わってくるんですよ。まあ、もちろん2回連続何もないこともあれば、1回目は何もなかったけど2回目いたら何かあったりっていうこともまあ結構あるわけなんですよね。なので、今回ですね、やっぱ廃寺って言ったらほんまに何も起きひんはずがないって僕の中ではなんか勝手に思ってて、いくらですね、もうそこに何も祀ってなかったとしても、なんかやっぱりそこに何かは残ってるんじゃないかみたいなのもやっぱり思っちゃったりもするわけなんですよ。なので前回一応まあ30分ぐらい一人検証っていうのは確かしたんですよ。1時間やったっけ。いや、40分ぐらいしてるっすね。結構長めにしてますね。やったらやっぱこのテント検証の面白いところっていうのが、もうその場でやっぱじっとして待つっていうことなんですよ。なのでやっぱ動いていったらこういう足音が鳴ったりとかっていうことが結構あって、見て、今気づいた、こんな感じでなんか寝具残ってるんですよね。寝具というか、もうこれ触っていいかな、やめとこう。狛犬のなあ、ちっちゃいやつ。なんかこういうのも仏壇とかに飾ってそうなやつやんな。はい、なんか起きそうな気がしてきたわ。そうなんですよ。だからテントの中にいるからこそ普段なら感じ取れない音とか、その何か違うものっていうのがすごいね、この鋭くなってるんで感じやすくなったりするんですよ。なのでこの場所でテントを張ってみたら何か起きるんじゃないかっていうのを今回は検証していきたいなと思います。すごいことになってるんだけど、見て。え？道がもう何や。木倒れてんねんけど。聞いて。え、こんなんなってたっけ？あったっけ？いや、ないんで。ないやんな。え、これこんなん倒れてんの？危な。これ上までたどり着ける？完全にもう道が荒れちゃってますね。初め来た時と比べるともう本当に全然荒れに荒れてますね。よし、え、ちょっと待ってよ。え、やばくない？見て、薬落ちてますね、完全に。え、ちょっと赤くない？このさ、段差の上に多分このひっくり返っちゃってんな。え、これよくないな。どうやったらこうなるんですか。なんや、上から何かが転がってきてその調子で倒れた。こっちからこうお参りするスタイルやってんな。こう囲いがあって、これ普通に山登り危ないかもな。そうっすね。ちょっとほんまにヤバそうやったらやめよう。はい、行けるだけ行こう。
あれこれ道もこんな綺麗にあったっけ。なんか全部変わってる気がするんだけど、仕様が。あれ向こうかな。なんか川の上歩いてましたよね。なんかここまで綺麗に整備されてなかった気がするんだけど、めっちゃ道ってなってるやん。俺なんならこっちからほら上がれるの。めっちゃ道やもんな。まあでもこれは最近作った感じじゃなくて、もともとある感じやな。そうっすね。なんか記憶を塗り替えられてるぐらいこんなんやったっけって感じ。何タヌキに化かされてる的な変な感じだよ。ということで、ひとまずこちらに到着しました。まあここは前回のままですね。まあ初め来た時に比べて、もちろんちょっと建物はどん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 崩壊していってるのかなという感じではあるんですが、天井もこんな感じなんで、やっぱりあの大仏様もそうですし、その周りの寝具っていうのはすごい綺麗な状態で残されてはいますね。そこだけはちょっとホッとしたというか、良かったなっていう点ですね。なんかほんま年々大仏様の角度が横に向いていってるような気はするけどな。あの大仏様やっぱその怖いとかそんなのはないねんけどさ、すごいなやっぱな、この存在感。はい、ほんまにこの人おれへんかったらここもっとボロボロなってるでっていうか、もう何か入ってるんやろなっていう、そういうパワーはすごいよね。あとここな、これ前回前々回もそうやけど、誰かここ人住んでたんじゃないみたいな、近くに誰かおるんじゃないみたいな、そういうなんか痕跡があってね。なんか前回の薬が残ってるな。まあこれがだから人がおった痕跡って言って、でこの薬の種類を調べてみたら、ちょっと精神的にすごいちょっと参ってる方というか、そういった方が飲む薬やったっていう話やな。でもここのあれやな、やっぱ中はあったかいな。そうっすね、風がなくてやっぱ壁があるだけでここまで変わるんや。普通に外で過ごすんやったらここでもやっぱ十分やな。え、もうついてんけど。こんな近かったっけ。ここやんな。はい。え、こんな近かったっけ。なんか前回よりだいぶ近いよな。はい。めちゃめちゃ遠回りしとったんや。かもしんないっすね。俺だって向こうから来てんだよ。いやもう分かれへん。だからさ、前回来た時と変わりすぎてるってさっきから言ってて、道こんなんやったっけみたいな感じで初めあの川渡る時に言ってたやん。はい。なんかイメージとちゃうやんな。まあそうっすね、前回来た時とな。だから木もいっぱい倒れとったりとか、前回ここまでひどくなかったんけどな、なんか言いながら今歩いてきてんねんけど、もしかしたらもともと木だっていっぱい倒れとったし、あの川だってああいう仕様やったのかもしれへんし、前回がそのタヌキに化かされてた、キツネに化かされてたなのか、今回すでに今化かされてるかっていうぐらい、そんなことありえへんって分かってるけど、以前来た時と全てが変わってる気がすんねん。別次元なのか、今来てるこの場所が別次元、それはありえへんって分かってるけど、そのぐらいなんか来るまでの道のりが違うんすよ。不
不思議やな。まあ、前回の一人検証をここ長くしてるので皆さんもここの印象は結構強いかなと思うんですけど、まずここが一番右端といいますか、建物がしっかり残っている場所、比較的で、このまままっすぐ進むと、こんな感じで物が残っていたり、これも前回残っていましたね。で、この左側に、もうお賽銭箱がまだ残ってるんで分かりやすいですね。こんな感じでお堂っていうんかな、ですかね、うん、がある感じですね。あ、こんな感じでお経もありますね。で、今はもう崩れ落ちちゃってるんですけど、一番奥に、神様を祀っていた祠っていうのが、寝転がってますね。すごい見にくいんですけど分かりますかね。ああ、そうそう、こんな感じだったな。 ありましたね、二枚重ねの仏さん、はい、なんでなんやろな、これほんまに後ろと前で2枚重ねになってる仏さんがいてるんですけど、この仏さん後ろ側がすごい大きいんですよ。で、手前側が小さい仏さんっていう感じですね。なので、もともとこの場所に、お坊さんがいて、すごい有名な、お寺なんで、もともとは。で、すぐ近くに、まあ、滝があってっていう、すごい、まあ、パワースポットですよね、いわゆる。ただ、まあ、前回来た時この場所に全く違和感を感じなかったのかって言われたらそういうわけじゃなくて、まあ、特に怪奇現象は起きなかったんですが、やっぱこの場所いるでしょうねっていう話にはなったんですよ。なので今回はですね、このちょっとね、入り口の方に広場があるんですよ。ここいいんじゃない。はい、なあ、ここやったら横川流れてますよ。で、今ディエゴさんが立ってる後ろ側に、まあ、お堂であったりとか建物っていうのが残ってるので、この場所で検証していきたいと思います。ということで、スタートしていきたいと思います。まずいつも通り先行がディエゴさんです。よろしくお願いします。で、一応ね、もう今回もガッチガチにセットしてきました。まずボイスレコーダーですね。最強なボイスレコーダーはこれ直線に強いタイプなので、お堂とか廃墟とか仏さんがあるこの一直線に向けて、打ってます。なので、このテントの周りで何かが起きても、この直線の道で何かが起きても全て音拾うと思います。で、次にですね、テント用のカメラで、こっちはこの廃墟用のカメラで、もし廃墟の前に人が通った時は、このセンサーライトとこのセンサーライトが光ります。で、次に、その横に位置するこのお堂ですね、この建物用の、カメラはここに設置してます。で、もちろんここにも人が来た時用にこういう感じでセンサーライトが光るようになってます。ここですね。で、最後ここ仏さんの前の道を人が通ると、よいしょ、ここのセンサーライトが反応するようになってます。まあ、これで一切音もそうですし、すべてを拾うことができると思います。検証スタートしていきたいと思います。じゃあマネージャーと置いとくわ。はい、はい、というわけで早速入っていきますか。はい、というわけで、中に入りました。まあ、前回来た時はですね、まあ、特になんかやばいなっていうあれはなかったんですけど、今日はしっかりと1時間テント検証していきますので、何か起きるのではないかなと思います。まあ、言ってもですね、ここ廃寺ですので、まあ霊はいるでしょうね、間違いなく。まあ、とりあえず
何か起きるまでしばらく待ちたいと思います。こんばんは。誰かいらっしゃいますか？水の音が聞こえますね。ずっと今のところ特に違和感とか、何か声が聞こえたりとか足音が聞こえたりとか、そういうのはないです。ちょっとポリフィールドをつけときますか。よいしょ。山奥なんですけど、めちゃめちゃ電波乱れてますね。ほう、こんな山奥でも、ちょっとうるさいんで切っとくんですけど、こんな山奥でも電波が乱れている場所がここ。マレーっていうのはこういう電波が乱れている場所に、まあ、発生しやすいというふうに言われてますので、まあ、条件的にはぴったりじゃないでしょうか。前回そんなトリフィード反応してたっけ？なんかちょっと変な感じですね。なんだかんだ今この場所に来てからもう1時間は経ってるんですよね。1時間ちょっとは経ってるんですよ。そのまま上がってくるのにも時間かかりますし、でカメラの設置に結構時間かかったので、でその間も特に、まあ、変わったことはなかったんですよ。めっちゃ静かですね、本当に。案外この直接的なアクションは今回ないかもしれないですね。その代わりスピリットボックスで会話が成り立ったりするかもしれないですね。では行きます。こんばんは。ちょっと騒がしくしてしまってすみません。この場所に誰かいらっしゃいますか？こんばんは。スピリットボックスの反応も一切ないですね。あれ？こんな感じでしたっけ？むしろすごく居心地のいい場所になっちゃってるんですけど、寒、動かなかったら寒いですね。あれ、前回ここまで何にもなかったなですか？本当にね、不思議と最初からね、全然怖くないというか、変な感じが一切しないですね。もしかしたら、まあ、仏様とかまだあるので、いらっしゃるのかな。その影響で、ここに間違いなく霊はいると思うんですけど、悪い霊がいないというか。はい、ということで交代しました。2人が山を下っていきます。まあ、前半はですね、ディエゴの時はもう本当にキャンプ場に来たのかっていうぐらいすごい気持ちよかったらしくて、もう寝てしまいそうになるぐらい何も起きなかったということですね。
ライトがどんどん遠ざかっていきますね。結構離れた場所で待機してます。ではですね、ここから1時間僕が代わって検証していきたいと思います。一応ですね、今テントの中に入ったんですが、建物側に向いて僕は、ちょっと居座りたいなと思います。ここからでしたら比較的センサーライトが光った時見えやすいと思いますので、この位置から動かず僕は待機していきたいと思います。で、仮に物音とか何か反応があった場合っていうのはちょっとすぐにその場所まで、カメラを持って近づいていきます。まあ、見た目だけでいうとすっごいインパクトある場所なんで、まあ、本来ならこういうところで何か起きてほしいところですけどね。川の音が結構大きいね。正直ちょっと川の音が、まあ、そこまで大きくはないんですが結構するじゃないですか。なのでこのテントの裏側、カメラの裏側の音はもうほぼこれで遮断されますね。もし物音が聞こえるとしてもやっぱりこっち側の物音しか拾えないと思います。まあちょっと何か起きるまでお話ししていきたいなと思うんですけど、まあ心霊って本当に面白いなって思うのと、まあ、すごい悔しいなって思う点がやっぱあるんですよね。まあ、よくね、動画とかを見てくれてる皆さんであればもうご存知の通りですね、現場でははっきり聞こえてるけどカメラには記録されていないっていうことが多々あるんですよ。っていうかもう8割9割そうなんですよね。ここの現場に来る2日前に僕たち烏山水源地っていうところに行ってるんですよ。でそこでディエゴがもうカメラに入ってなかったらおかしい、ヤーカズさんが、どこでしたっけ、あの東京のトンネル、そこのトンネルに行った時にはっきりこんにちはって女性の声で入ってる、まあ、動画があるんですよね。それと同じぐらい多分はっきり聞こえると思います。もうこれは自信がありますと。もう完全に誰か来てなかったら成り立たないっていうぐらいはっきり声が入ってます。絶対記録されてます。で僕らその当日に会社に戻ってからその音声チェックしたら全くって言っていいほど入ってなかったんですよ。っていうかもう入ってなかったです。でもこれって結構ね、僕たちではあるあるで、現場ではっきり聞こえとっても結局みんなにそれを伝えたいってなった時にもうイヤホンで聞いてやっとみたいな、ノイズキャンセルしてやっとみたいな、ふわって入ってるかもしくは全く入ってないかの、どっちかなんですよ。で見てる側のね、皆さんからするとおいおいそれしっかりなんかマイクとか変えて捉えてくれよって思ってる方多いと思うんですけど、もう僕たちね、心霊初めてビデオカメラを使い出した時ぐらいからすでに後付けのマイク使ってるんで、これ結構性能いいんですよ。なので家電量販店とかで売ってるマイクの中では一番、まあ、こういう仕事に適してるマイクで、いろんなこの角度からの音を拾えるマイクで、なおかつ性能のいいマイク使ってるんで、だから僕なんかの動画でも多分皆さん聞いたことあると思うんですけど、基本的に定点カメラの時って遠くに離れますし、なおかつ真夏とかでもエンジン切った状態で車の中でもう小声で喋る程度にしてなっていうぐらい徹底してるんですよ。じゃないとマイクの性能がいいので僕たちのちっちゃい声ですら拾っちゃうんですよね。ただそんなマイクを使っていたとしても、まあ、全然拾うことができないんですよ。なので、次に思いついたのはいろんな箇所にカメラを置いていこうなんですよね。なので今日とかで言っても、この僕が今いる場所だけでカメラ4台ですね、これを合わせて、でプラス、ボイスレコーダー、これもボイスレコーダーも、いろんな種類があるわけですよ。まあ、野鳥とかに使われる集音機っていうものがあるんですけども、集音機って確かに性能いいって書いてあるんですけど、実際のところ集音機ってもうあんまりなんですよ。だから調べてもらったら多分分かると思うんですけど、値段安いやつとかばっかりなんですよね。
高い集音機とかであれば直線距離に強いとか周りの音拾えるとかあるんですけど、この野鳥用の集音機っていうのはそれに近い音だけを拾って他の音っていうのを一切遮断してしまうんですよね。なのでこの心霊に適してるかって言ったら適してないんですよ。だって足音っぽいものが聞こえたりとか、声っぽいものが聞こえたりとかっていうので、もしかしたらその音が鳥の音とは似ていないっていうので、この切られる可能性が大いにあるわけですよね。なので自然モードとか野鳥モードとかいろんなこの選択肢がある集音機、もしくはこのボイスレコーダーっていうのを選択する必要があるんですよ。なのでそれを使うぐらいなら今僕たちが使ってる周りの音を全て拾えるこの社外の後付けのマイクっていうやつの方が性能的にはすごいいいわけですよね。まあ、その期待にちょっとでも僕もやっぱ応えたいなっていうことで、いろいろ探して専門家の方とかといろいろこの相談をして、僕たち心霊やっててこういう音を拾いたいんです、こういう声を拾いたいんですっていうことで、まあ、集音機もそうですがこのボイスレコーダーっていうのが一番、多分適してるんじゃないかっていうことで、その中でもかなり高性能でなおかつ、まあ、一番高いやつ、これを選んで今回今挑んでるんですよね。まあ、僕とディエゴもねいつも言ってますよ、えげついこともっと起きてほしいなって、うん、にしても何も起きひんな。はい、ということで、ここから僕もちょっとスピリットボックスやっていきたいと思います。先ほどは無反応やったっていう話なんですが、もしこれで何かお話しすることができれば、まあ面白いなと思うのでやってみたいと思います。こんばんは、もし誰かいればお話しできませんか。とりあえず何かお返事いただけたらと思います。何か聞こえますよね。男性の方がいらっしゃるんですか。ボンボンボンって聞こえるんですか。ずっと。どうぞ、ちょっとそのまま続けてください。もう少し分かりやすくは話せませんか。ちょっとですね、なんて言ってるかまでは分からないんですけども、若干男性の声がチラチラ聞こえるんですよね。多分皆さんにも聞こえていたと思います。おいみたいなのが聞こえたりとか、若干ね言葉になってるものもあるんですけど、はっきりなんて言ってるかまではちょっと分からなかったんですよね。なんやろ、あんまりはっきりは聞き取れないんですよね。ああ、間もなく1時間が経過しますね、これ。こっちの方ではもう1時間経ちましたけど、大丈夫ですか？経っちゃったな。終わろうか。了解です。まあ、今回ですね、ちょっと1時間ずつ待機、そしてまあ計2時間ですね、この場所に居座ったんですが、まあ、僕とディエゴが、テントの中におるときは少なからず僕たちの耳、目では何も確認することができなかったです。あとは、うん、何かが、カメラに混ざっていることを祈りたいなと思います。では一旦カメラ落とします。
帰ろうかな。前回来た時からちょっと気になってたんだよな。カメラ回せんの？はい。なんで？それを回し出します。いいね。はい。さすが長年カメラ持ってるだけちゃうな。はい。なんでなん？なんかあれ？やり残したことある感じなん？いや、ないです。ないです。奇遇やな。ないです。カメラ回すとか、なんか、なんか物足りんな。このまま帰っていいんかな。はい。ちょっとついてきて、見つけて、はい、俺洞窟見つけたら気になんねん。これすごくない？はい。前と違うところに、興味しかない。まあ、ちょっと待っときや。前回頑張ったし、前回頑張った？頑張ってない。頑張ってないよな。頑張りましたよ。頑張ったな。はい。ちょっと本当にせめてその奥に、あー無理、あー無理。虫がダメなんですよ。大丈夫ですよ。幽霊の2000倍嫌だ。だって俺ゲジゲジ嫌で前回やめたわ。俺に任せろって。はい。今回は後ろからもマネージャーとかも必要ない。俺一人で行けるから、まといて。気になるし。会長。はい。いいの？はい。はい。いいの？はい。ああ、じゃあ隊長行きまーす。でも。ちょっと来て。うわあ。よし、いいよ、はい。え、すごっ。うわあ。どうした。気持ち悪い。ちょっと待って、ゲジゲジチェック入ります。あ、大丈夫。オッケー。マネージャーと交代しよう。最高の映像撮ってくるわ。はい。ゲジゲジちょっと伸ばしていって。うわ、頭におる。そうやね、頭におんねん。確かに。あ、行き止まり。行き止まり。うわ、ここすごいっすよ、マジっすか。行った方がいい。行った方がいいです、これは。このカメラの向こうの様子映してきて。, 笑い方吉祥。虫見た時の笑い方一番吉祥や。余裕で10匹以上おるっす。え、でも行き止まりない。行き止まりっす、マジ行き止まりっす。なんだろうね、やっぱこれって防空壕とかに使われとったのかな。まあでも手彫りでしょうね、これ完全にな。はい。トンネルの中は、はい、行き止まりでした。はい。すごい残念でした。服ドロドロやから、それ私で引いてあげて。うわマネージャー、早く帰って。ちょっと本当にやめてください。うわ気持ち悪い。いや本当にうわピンと合えへん。うぅぅぅぅぅぅでっかっ。めっちゃでかい。うぅぅ気持ち悪い。穴があったら入ります。だって穴があったら入れって言うやん。恥ずかしい、恥ずかしい時に穴があったら入りたいとは言うけど。あ、違う違う、それとはまだ違う。山の中を歩いてる時に穴があったら入れ。
で、この場所ですね、もともと墓地だったみたいなんですよ。変に暗い感じがします。ドヨーンってしてるんですかね。誰かいらっしゃいますか。今日はですね、ずっと暗闇の状態で検証したいと思います。